こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を切るのはどの馬か。サーティスルーズ前に行きそうです。アルーリングタイクーン、それに続いています。さらにはマジカルホーム、1番ワーキングバウンド、その後ろアクティブモントレー、後方から先頭に戻りましょう。サーティスルーズ先手を取りました。そして大きく離れてボールドカウンター、この位置です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はサーティスルーズ、リードは6馬身ぐらいあります。サーティスルーズ一人旅、2番手は後継2世、これは絶好の手応え。マジカルホーク3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サーティスルーズ先頭、差はほとんどない。残り 200m、 後継2世伸びてきた。サーティスルーズ必死に追う。2番手はマジカルホーク、後継2世もう一伸び、後継2世ゴールイン、後継2世1着、2着はマジカルホーク。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。後継2世、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ノーコネクション、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ブライトアピール、前に行きそうです。ノーコネクション、それに続いています。さらにはスパイアレグロ、4番セイオリーブ、その後ろ先頭に戻りましょう。ノーコネクション先手を取りました。その隣にブライトアピール、ロッキースクワート、それに続きます。カワチトリビュート、好位をキープ。さあ先頭は依然として6番ノーコネクション、ブライトアピール、ほとんど差がありません。オンプライズ3番手、大外からピンクの帽子、カワチトリビュート、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はオンプライズ、オンプライズ先頭、2番手はオンプライズ、懸命に追いすがります。やはりカワチトリビュート先頭だ。あと 200m、 オンプライズ先頭だ。オンプライズ厳しいか。カワチトリビュート、カワチトリビュート、もう一伸び、カワチトリビュート、カワチトリビュート、1着、2着にはどうやらカリスマフライト。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワチトリビュート、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタート
まずまずのスタート。先行争い何が行くでしょうか。ストリートコンダクト前に行きそうです。イングランドアセット、それに続いています。さらには新興ラブリー13番シャルムアジャンダルム、その後ろ。前に戻りましょう。ニューアレグロ先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。それでは先頭から先手を取ったのはファンタジーレッド、ファッションアイズ、そのうちに続いています。並んで9番イングランドアセット、新興ラブリー好位をキープ。その隣にシャルムアジャンダルム、ストリートコンダクト、すぐ後ろ赤の帽子ワイルドメーカー、その後ろミスエイト、すぐ後ろこれに続くのがピースアート、ステージマウス、すぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてファンタジーレッド、イングランドアセット、ほとんど差がありません。ファッションアイズ、3番手新興ラブリー、これはいい位置につけています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのは新興ラブリー、新興ラブリー先頭、あと 200m 新興ラブリー先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。新興ラブリー2番手はアムールルーラー、新興ラブリー今ゴールイン、段違いの強さです。新興ラブリー1着、2着はアムールルーラー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。新興ラブリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはウォーターデュール、桜ローレル先頭、2番手はウォーターデュール、懸命に追いすがります。やはり桜ローレル先頭だ。桜ローレル先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。2番手はウォーターデュール、桜ローレル独走、桜ローレルぶっちぎりです。桜ローレル1着、2着はウォーターデュール、これは桁外れの強さだ。桜ローレル京都競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ果たして何が行くでしょうか。オンローラブリー前に行きそうです。ウォーターキャップ、それに続いています。さらにはレイガイドブック、5番アイスガリバー、その後ろヒシアマゾン、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。1番人気のヒシアマゾン最後方です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはヤマニンアヘッド、プラウドカップすぐ後ろ、シアマゾン好位をキープ、レイガイドブックすぐ後ろ、並んで6番ウォーターキャップ、オーロラはこの馬もこのグループ、すぐ隣にオンローラブリー、最後方にアイスガリバー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 1000m を通過しました。少々スローペース、
後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてヤマニンアヘッド、プラウドカップ、ほとんど差がありません。ウォーターキャップ3番手、さあシアマゾン前を捕まえられるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はシアマゾン、ヤマニンアヘッド続いています。並んでウォーターキャップ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はシアマゾン、残り 200m、 後続はまだ後ろ、残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はペイガイドブック、シアマゾン独走、シアマゾンぶっちぎりです。シアマゾン1着、2着はペイガイドブック、これは桁外れの強さだ。シアマゾン4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったバンダムダンサー、バンダムダンサー先頭、残り 200m、 先頭はビコーペガサス、バンダムダンサー必死に追いすがります。バンダムダンサー追いすがります。ビコーペガサスもう一伸び、先頭はビコーペガサス、1着でゴール、ビコーペガサス1着、2着はバンダムダンサー、これは桁外れの強さだ。ビコーペガサス京都競馬場、3歳牝馬による最後の大レース。夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のシェイクアンナ、ゲートに入って体勢が整いました。
タートしました。ラウンドエトワール好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくラウンドエトワール行きました。続いて前へ行くのはベガ、さらには山下ローレル、14番シングルサイレンス、その後ろ後方に控えたのがサマニベッピン。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。1番人気のベガ現在先頭です。ノーブルアンジェラ前走に続いてここも好走なるでしょうか。ベガこれに勝つといよいよ牝馬3冠の達成です。歴史的な瞬間は果たして訪れるのか。ベガ見事その期待に応えられるか。もう一度先頭から先手を取ったのはシングルサイレンス、黄色の帽子クイーンスコープ、その後ろその外にシェイクアンダー並んで7番ラウンドエトワールメイクフレーム、この馬もこのグループ 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。ここでシェイクアンナ先頭に変わりました。2番手の山下ローレル先頭を捉える勢いです。シングルサイレンス、3番手ベガ、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はシェイクアンナ、さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭はベガ先頭です。引き離しにかかりました。2番手はオクトベガ、残り 100m ベガ先頭、オクトベガ迫る、やはり強いベガ1着、2着にはどうやらオクトベガ、ベガついに牝馬3冠達成です。競馬史に残る名牝の誕生です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはエアタイガー、あと 200m、 一気に後続がやってきた。競泳カード必死に追う、デームソネット迫る、大外から一気にバンダムワンダー、エアタイガー、バンダムワンダー1着、2着にはどうやらエアタイガー、見事に勝ちました。バンダムワンダー競泳カード完敗です。着外に沈みました。